これはね、山口県のもともと給食のメニューだった。で、美味しいし、ご飯も進むし、爆発的ヒットになったお料理と。ごぼうと鶏肉の食感も違くて、あ、これ子供が好きだわ。これは流行る。どうも、うちのおばあちゃんはブルボンのルーベラが好きでした。笠原です。よろしくお願いします。ルーベラはね、あの薄いクッキーがこう筒状に巻かれたような感じ、中が空洞になってるから、それをストローみたいにして牛乳をって吸って、そうどんどんふにゃってくるわけよ。それで食べるって言われて、おばあちゃんにやめなさい、そういう下品な食べ方って怒られてました。ボロボロこぼしながら食べるのが美味しいんです。そう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 。それをあの地面に撒き散らして、それをアリが食べに来るのを見ながら食べるのが美味しいです。はい、じゃあ今日何作っていただけますか。大変だよ高橋君、はい、今日はね、鶏の唐揚げを作って、さらにそれを美味しくなるというね、私のとっておきの料理を今日は紹介したい、うん、まあ、鶏肉を使うんだけども、そこにごぼうも組み合わせる。ちょうど今新ごぼうも出る時期から。でしかもこれはね、ネーミングが可愛い、チキンチキンごぼう。これはね、山口県の郷土料理みたいな感じです。もともと給食のメニューだったみたい。給食のメニューで人気に火がついて、で美味しいし、ご飯も進むしということで、こうね、爆発的ヒットになったお料理と。じゃあ山口県民が大歓喜してる、うん、多分もう今すごいと思いますよ。もう今日山口県民が笠原を祝う日で、祝日になります。チキンチキンごぼう記念日、サラダ記念日みたいに短くないからね。山口県の方のためにも一生懸命チキンチキンごぼうを作りますから。まずね、ごぼうを切りますね。ごぼうもこれあのさっと洗ってありますからね、完全にあの真っ白くしないね、周りのね、あの泥とかが落ちればいいですから。でこれをね、こう斜め、だいたい5ミリ厚さぐらいのこういう斜め薄切りね、これぐらいにします。でごぼうはまあ気になる方はね、ちょっとやっぱそのままにすると黒ずんじゃうから、さっとだけ洗っておきましょう。ここでもうさっと洗う程度でいいから、でも水気切っておきます。ごぼうもあんまり水につけすぎると香りがなくなりますからね。で次、まあ、これはあってもなくてもいいんだけど、まあ、彩り的に今日はインゲンも一緒に入れちゃおうかなと思いますんで、インゲンはまあこのね、ヘタだけ取って、このう3等分ぐらいでしょうか。こんな感じです。で鶏肉は鶏のももの小肉、今日はもうちょっと一気にたっぷり作っちゃうからね。やっぱこう油を使うね、唐揚げ的な料理の時っていうのは多めに作ったらいいなと思うよね。やっぱ揚げ物って大変じゃない、お家で。だからせっかくだから多めに作った方がいいかなということで、で今日はだいたい4人前ぐらいね、これね、これも一口大に切ります。まあ毎回言ってますけれどもね、骨がないかだけまず確認して、骨があったら取ってあげましょう。これ大丈夫だね。であとこう見えるのも筋だけぐらいでいいから、全部やってるとキリがないから、これ見える筋だけ取っちゃいましょう。じゃあこれはまあ普通の通常の唐揚げサイズの一口大に切ります。通常の唐揚げよりややちっちゃいぐらいがいいかな。あの昔やった王道のね、唐揚げはやっぱ鶏肉のジューシーさをね味わいたいんで、ちょっと大ぶりにしましたけれども、このチキンごぼうはね、これぐらいでいいな、大きさ。これぐらいが理想的なサイズです。なんであのチキンごぼうじゃなくてチキンチキンごぼうなんですか？かわいいからだよ。もともと給食だったわけでしょ？だからやっぱ子供たちが喜ぶような、ちょっとキャッチーなさ、名前にしようってこの多分考えた。で、子供たちも、やった今日チキンチキンごぼうだって言うとかわいいらしいじゃん。多分そうだと思います。その通りですね。その通りでしょ。はい、全くその通りです。え、そんなことがなんか書いてますよ。小学生の子がテンション上がるようにそういう名前にしたみたいです。ほら、農林水産省が出した情報です。クイズ番組みたいな。ほら、もうその通りです。もうこれ俺クイズ番組だったらもう優勝だよこれ。そうですね。
じゃあ大体これぐらいね、サイズとしては。でこれぐらいに切ったら下味をね揉み込んでおきます。でチキンチキンごぼうっていうのは最終的にすごい甘辛いタレを絡めるのね。だからここにそこまですごいしっかりした味付けなくていいと思うんで、ちょっと面白いのはね、今日ねこれね、お砂糖ね、お砂糖であとお塩、これを揉み込んでおきます。砂糖の効果でね、すごいね保水効果でね、鶏肉がジューシーに仕上がるんだよね。だ砂糖結構入れたけど、これですごい甘くなるってわけじゃないからね。もう砂糖が完全に溶けるまでこれ揉み込んであげると、こうちょっと汗をかいた感じになってきたでしょ。これでとてもいいのよ、しっとり仕上がる。こんな感じね。そうしたらこれをね揚げますけれども、ごぼうと鶏肉にはね片栗粉をまぶしたいので、ごぼうはさっき一回洗ってるからしっかり水気は拭いてるのね、ペーパータオルとかでしっかりと。で片栗粉適量ね、パーッとまぶしておきます。こんな感じね。だいたいイメージ、あの美白の女王鈴木園子先生ぐらいまぶしてあげて、で鶏肉も、まあ、今回はね、あの前回のきちんとした唐揚げみたいに、あの小麦粉まぶして片栗粉をつけてってやんで、もう結構ね大雑把で大丈夫。もうここに片栗粉をつけつ入れて全体に揉み込む感じだ。これはもう本当にあのちゃんとした唐揚げを作ろうっていうよりも、あの気楽な感じで作れていいと思いますよ。全体がこう片栗粉がねまぶさって、ちょっとねちょっとする感じ。これぐらいでいいね。こっちもだいたい鈴木園子先生ぐらいね。こんな感じ。あんまり実は怒られちゃうね、鈴木園子先生に。鈴木園子さんの方が白い。そうだね、鈴木園子先生の手前。鈴木園子先生の手。ややこしかったね。ごめん。じゃあこれで準備ができたから揚げに行きたいと思います。はい、じゃあまた、はい。だいたい170度ぐらいです。お箸からこれぐらい泡が出てくるね。シュー。鶏肉が一番最終的に油が汚れるから、その前に野菜を素揚げしていきたいと思います、ね、まずこれインゲンね。もうこれインゲンはこのままぶさなくていいですから、素揚げ。だいたい20秒から30秒ぐらいでいいな。ちょっとこれが白くなった感じ、もうこれぐらいでいい。じゃあ次ごぼういきます。ごぼうはまあね、火通るのやや時間かかりますから、だいたい2分ぐらいかね。で揚げてる時にこういうふうにくっついちゃっても、ある程度火揚げたらこうちょっとつっつくと剥がれるからね。あんまり最初からやると衣全体が剥がれちゃうから、周りがカチッとなってきたらね、こう叩いてほぐしてあげるというね、全体を。だんだんね、火が通るとね、泡が小さくなってくるから、結構最初わーってしてるのがね、だいぶこう泡が沈まってきて、ごぼう全体がこう浮いてきたら、だいたい火が通ってきましたよって合図ね。もうこれに塩振って食べたら美味しいよ、ごぼうの唐揚げ、ね、こんな感じで最後鶏肉ね。この順番でいくと油が汚れないでいいと思います。結構たっぷり入れたから少し火を強めてね、ここでね。それであとはやっぱこれも周りがカチッとするまではしばらくいじらないで、で周りが固まってきたらこうやってほぐしてあげる。でこう固まるとね、こうほぐせばちゃんとこう剥がれるからね。あとはもうこうね、まんべんなく周りが固まったら、こうたまにこう上下を返しながら、もう今日は二度揚げとかしないから、今日は最終的にタレを絡めるから、そこまであの周りをねカリッとさせるってイメージを持たなくていいから、
大体もう 4,5 分だね。とにかく火を通しましょう。でもこれはね、本当によくできた組み合わせで美味しいし、本当子供が喜ぶ味付けだし、ご飯も進むし、大人なんかビールのおつまみにもなるし、でまあ鶏肉とごぼうだから別にそんなに材料費もかからないじゃん。いい料理だなと思うよ。ちょっと前に俺がね、なんかでこう作って教えたら、もううちのスタッフとかしょっちゅうまかないで作ってるもん。今日まかないなんだって言ったら、チキンチキンごぼうですとかドヤ顔で言うの。何お前なんか偉そうに言ってんの。まあそもそもはね、山口県の料理だけど、俺がお店のメンバーに教えたんです。チキンチキンごぼうです。食い気味で来るわけ。さあ、そろそろいい感じじゃないですかね。色もちょうどいい感じの色付き加減だと思いますよ、これぐらいが。まあ大体4、5分揚げれば、もうこの大きさだったら、まあ火は通るんだけど、また周りのこの色の付き方と、あとまあ、持った時の周りのこのカリカリさと、この、最初より軽くなるからね、火が通ると。どんどんどん火が通ったやつから揚げていきます。はい。じゃあこんな感じ。美味しそうだね。もうこのまま食べてもほんと美味しいからね。そしたら今度はフライパンに甘辛なタレを作ってね、絡めていきますね。お酒ね。お酒、みりん、醤油、お砂糖。で、基本的にね、これで美味しい甘辛ダレなんだけど、これは笠原アレンジでね、これはね、白のすりごまを入れてます。このごまの風味がね、とても美味しいんでね。これは笠原オリジナル。まあ、一回しっかりと沸かして、お砂糖も溶かして、少しとろっとするぐらいまで火を入れます。これぐらいね、こうやった時に、しばらくフライパンの底が見えて、わーって戻るぐらい、イメージは。こうやった時に。一瞬見えるじゃん。これぐらいでいいね。とろみのつけ加減はこれぐらい。じゃあまずお肉も入れようか。でごぼうとインゲンも全部入れちゃいます。そしたらまた絡めるだけね、全体を。さあいい感じですよ、こんな感じ。はい、じゃあ出来上がりです。もうこれはもうなんかね、もう豪快にバーンと盛り付けた方が美味しそうだ。これが給食で出てる。そうですよ。もう子供たちのもう歓声が聞こえてくるんで今ね。ギャー、今日はチキンチキンごぼうよーって。もうやっぱ栄養のことを考えてごぼう入ってる。そうだね。ごぼうは食物繊維もあるし、いいお野菜。で、これはお子様たちはね、なくていいと思うけど、大人は食べるときなんかピリッとすると美味しいから、少し一味唐辛子を仕上げに振って。はい。チキンチキンごぼう完成です。じゃあ給食っぽくいただきます。あ、もうこの照りがもうこれだけでご飯食べられるね。ビジュアルでご飯いけちゃいそう。いいねこれね。鶏肉もジューシーに砂糖も揉み込んだから仕上がってるし、ごぼうと鶏肉の食感も違くて、あ、これ子供が好きだわ。これは流行る。ご飯も進む。当然お父さんのおつまみもなる。給食といえば牛乳を友達の分まで飲んで、毎回5本ぐらい飲んでたけど、大人になったらビールだな。ビールとご飯をお願いします。あら、またよしきだ。ちょっと泡が甘いです。ほら、矢部さんみたいにクリーミーな泡が立たない。なんでだろうな。はあ、最高。じゃあご飯もいただいちゃいます。うんうん、美味しい。山口県の方ありがとうございます。皆さんもどうぞ食べてください。ありがとうございます。はい、せーの、いただきます。言い方が違う。一番いただきます。地方によって違う。いただきます。だこれがなんかガサツな男の感じでね。
周りの衣がカリカリで鶏むね肉でやってましたまあそうだよね鶏むねの方が安くつくしまかないでみんなが作るチキンチキンボーボーしか食べたことない、うん、やっとマスターも食べれましためちゃめちゃ美味しいですカリカリこれが俺がミスターチキンチキンごぼうと言われるゆえんだよそんな美味しいタレが絡んでたら人参入ってても食べれそうですね小学生にそうねだ子供の嫌いなものをいっぱい入れちゃうっていうのを手でこうね、うん、ピーマンとかインゲンの代わりにピーマン入れたり人参だって素揚げで美味しいじゃん早いまた面白いコメントも言わずにただ食べてるだけですよ新婚さんだからあれ新婚さんいらっしゃい出ろよそうだ高橋くんも出ないよ新婚さんいらっしゃい見に行こうよみんなで桂三枝師匠がこうひっくり返って山瀬真美さんがこう助けに行くってあれを見たいよ本当にいやもう山瀬真美さんじゃないですよえ違うのやっぱりタイムスリップしてきたタイムスリップしてイエスノー枕とか出ないのいや出ない